こんにちは、山口県産田中みかんです。何人家族？ちょっとこれもうこんなに買ってくるの正直恥ずかしかったよ。女一人でさ、ローソンの新商品を大体ほぼ嘘、まあ、大体買ってきました。ないやつはある、申し訳ないけど、こちら田舎だから。田舎住みに人権はないのか。いやでも言うてね、なんて言うんだろう、5134円、散財ですね。これをね全部食べて紹介していきたいと思います。大丈夫かな。でも幸せ企画だよ。じゃあ一つずつね、まず紹介してその後で食べていきたいと思います。よっしゃ。最初、これが鶏竜田揚げ、これがビーフハンバーグ、これがチキン南蛮、これ別にこれが生姜焼きって紹介してるわけじゃなくって、そういう商品名だから。これが豚の生姜焼き。うわー、この時点で怖い。発酵バターのメロンクロワッサン、おいしそう。パニーニ卵、バスチー、おつまみまたあたたセット、トントロ、よもぎカール草、フリュレパンピエビあちょっと吉村屋横浜家系ラーメン、しらすのペペロンチーノ、エルチキタツタ揚げ、カフェラッテ。これは私が好きで買っただけです。テンションが上がっております。これ全部食べていいってことでしょう。ということで、ローソンの新商品、新発売商品紹介、レッツゴー。エビチキタツタ。タツタってなかったっけ。いや、これもザクザクじゃん。いただきます。おいしい。一番好きかも、醤油っぽい味。こいつがレギュラーになるべき。あいつにはレギュラーの歌を降りることを命じておくから、あんたがレギュラーになりな。マジおいしい、これ。カフェラッテ、私にお世話になっているカフェラッテ。私がお世話になってるんじゃないですよ、私にお世話になってるんですからね、彼は。みんなもメンションつけてさ、みかんちゃんこれ買ったよって言ってくれるでしょ。企業案件お待ちしております。うまいね。これは何から食べようかな。消費期限が少ないやつから食べていかないと。私はこれだって1日で食べれるか。おつまみあて巻きセット、手で食べる。手で食べていいかな。お寿司を手で食べるっていうのがね、夢なんですよね、長年の。とろたく巻き、サーモンイクラ、わさびツナマヨ、梅きゅうり、青しそしらす。美味しそう。うわ最高じゃん、わさびツナマヨだったよ。他にない感じ、美味しい。テキーラのショットお願いしてもいいでしょうか。お酒に合いそうな寿司って感じ。味が濃い。 OK グーグル、箸ください。お寿司。仕方ないよ、コンビニの魚なんだから。笑ってごまかせ。あ、すごい。歩いたらさっきの竜田揚げの揚げた時にバーンって飛び散ったあのカスたちが足の裏にひっついてきます。いますか。ビッタレな女。ビッタレって言います、方言なのかしら。オッケー、グーグル、携帯取ってきて。もうすぐどっか行く。あとはないと思えよ。ビッタレ、かっこ山口の方言って書いてある。山口の地域、長門。そんなピンポイントで特定してくれるの？これ意味わかりますか？汚い、だらしない。使い方の例、一週間も髪を洗わんちゃ。ビッタレじゃね。ビッタレじゃね。私らの年代でそんななまることないよ。ネットの世界に生きてるからね、そこまでなんか方言してないというか。で、私だってあんまり方言出てなくない？東京ガル。ガルじゃねえよ。暑いじゃんね。これね、気になっとったんよ。シラスのペペロンチーノ。てか最近なんか、セブンとかもそうやけどさ、ちっちゃいサイズのパスタとか、量は少ないけどガッツリしたものとか出すようになったじゃん。マジで天才だと思う。絶対、企画開発に若いやつ加わった。でしょ？そうでしょ？ローソンとセブンイレブン。シラスたっぷり。あ、違う違う違う。食べた。発酵バターのメロンクロワッサン。絶対美味しい！絶対美味しい！最高！口パッサパサ。めっちゃ美味しい。想像通りの味って感じです。クロワッサンの形をしたメロンパンです。だからメロンパンですね。言ったら、クロワッサンとメロンパンの事実婚って感じですね。形だけ。これは明日の朝ごはんです。すぎ、うわ最高。うわ
感じではないけど、いい感じのニンニクでしらすとか入ってて、なんかちょっと爽やかで美味しい。これあ、すごい、もういっぱい落ちてた。まだ生きとるしらすが。パニーニってなんだろう、私すぐ調べるんですよね。パンで具材を挟んだイタリア料理の軽食。なるほど、朝食でしかなかった。家系ラーメン童貞をここで卒業してしまうのか。私は家系ラーメンを食べに行ったことがなくって、だからね、調べたんですよ。おきてがあるみたいなことを言われたからね。そしたらなんかすっごいめんどくさくて、家系ラーメンを食べに行く友達に聞いたら、それしたら怒られるよ。え、なんで怒られんといけんの。ラーメン屋さんに行って別に悪いことしてないのに怒られるのがマジで消せんのですよ。社会人になってもありましたよ。私のミスでもないのに勘違いしてね、怒られたことだってありますけど、本当に胸くそ悪くなっちゃうし、もうストレスがすごい溜まっちゃうんだよね。会社で怒られて我慢して、ストレス溜まってトイレに行って壁をバーンって叩いてって泣くんでしょ。だから私はラーメンを食べに行って怒られたくないんですよ。おじちゃん怖い。家系ラーメンの店主は不愛想が多いみたいな、なんならそれがいいみたいな。でも私は愛想がいい方がいいなって思っちゃうんだよね。優しくされたいよね、みんな。だから家系ラーメンに行くのはちょっと一旦渋ってます。でもどうしてもね、家系ラーメンって多分美味しいじゃん。すっごい食べたいんだけど、 Twitter とかサファリとかで家系ラーメンまずいって調べて、まずい人の意見を聞いてこの食欲を抑えているというけど、うわ美味しそう。まずい、すごいねこれ。何骨？豚骨醤油ラーメン。でっけえな、麺が。熱そう。あっちい。やめた。ちょっと違うやつ。バスク風チーズケーキ。バスチー。なんか、レアでも、ベイクドでもない。チーズケーキ。バスクチーズケーキ。バスチー。アニメありそう。え、これどうやって食べるんだろう。これ、剥がさないといけないのか。うわぁ、なんだこれ。ここのとこ、なんか、だんだん。うわぁ、レアでもベイクドでもない。確かに。わぁ、美味しい。合うな。合うな、これ。よもぎ香る草餅、粒あん。和菓子ってそんなに好きじゃなくって。でもね、たまーに食べたくなるよね。かわいいね、こいつ。うん、想像通りの味。美味しい。あんこもね、そんなに好きじゃないんですけど、餅に入っとるあんこは好きというか。で、なんか私はよく友達とかに、炭酸嫌いやったよねっていう風によく言われるんですけど、全然炭酸嫌いじゃないし、一回も行ったことないんですけど、なぜか、一人とかじゃないんですよ。何人かに、あ、そう、炭酸嫌いやったよねっつってね、抹茶と紅茶は好きそうな顔って言われます。でも抹茶と紅茶はどっちも嫌いです。いやー、美味しそう、これ。汚いって言われるわ。スープが美味しい。ただ麺はラーメン屋さんの麺だなとは思わないかもしれない。でも美味しいな。コンビニ飯って考えたら相当美味しい。チャーシュー、ブリーパンパーキー、美味しそう。うわすごいわ。中にクリームみたいなのベーンって入っとる。あんま、おいしい。お、税込み395円、ケーキ屋さんのお値段よこれ。おう、いやー、いきます。竜田揚げ、あっちぃ、あっちぃなー。ちぃな、待って、声が出やんまり。うん、焼いたくて焼いたくて震える、声出し OK。 おろしポン酢をかけて、うわっ、ちょっとおいしい。ヤンキーじゃん。うん、これわかめご飯なんだ、最高やん。うわ最高、朝から最高な気持ちだよ。美味しいわ。お酒飲みたい。朝の8時44分、早起き頑張った。もちもちくんだ。頭回んねえや。なんか言おうと思ったんですけど、何も浮かばないわ。ダメだわ。グッドモーニングだから。アカティアン3両。うわ、頼もしいかも。うわー、これニンニクがバカみたいにかかって。これ商品開発部がふざけてます。
ふざけてました。おいしい。なんかコンビニはさ、コンビニクオリティで止まっとけよって思うんですよね。もういいから、こっからおいしくならなくていいからってぐらいでもう満足。うん、チキン南蛮弁当。ちょっといきます。重ために見えるけど意外とあっさりだね、味が。うん、うん、うわっ、憤り。最近思い出したんですよ、この話を。人生の中で結構上ぐらいに腹立ったことなんやけど、2年ぐらい前に東京に行った時にタクシーで羽田空港まで首都高をね走ってもらったんですよね。タクシーの運転手50代かな、おじさんで、私は携帯いじってたんや。でもちょいちょい話しかけてきて、まあ、話しかけてくるおじさんやなと思って普通に話してたんやけど、運転席のここにねスマホが立ててあったんですよ。ナビ代わりに使ってんのかなって思うじゃん。そしたらね、 LINE 返してたんですよ。してんのって思ってさ、びっくりしすぎて、私は開いた口が塞がらんってこのこと。首都高ですよ、100キロぐらいで撮ったんよね。その時点でおかしいんやけど、しかも首都高ってみんな通ったことある、うねうね道なんですよ。遠心力もうーんってなる感じよ。映画撮影してたっけって思うぐらいには早くって。それでそこでね、絵文字選んでた。絵文字なんか選ぶな。本当に腹が立ったのでクレームを入れました。クレームを入れる赤ちゃん。あまりにもタクシー運転手が隠す気なくって当たり前のように操作してるから、あれ私がおかしいんかな、日本の法律ってそうだったっけなるほどだったので、その時言えなかったんやけど、気が済まないと思ってタクシー降りた瞬間にクレームを入れました。すいません、お宅のタクシー会社の何々さんっていう人が高速道路で私に話しかけながら LINE を返しながら100キロほどスピードを出されていましたって言ったんですよ。そしたら、誠に申し訳ありませんみたいな、なんか舐めてんのよ。お客様が携帯を触っているところに運転手が話しかけたということですよねって。え、待って、こいつ勘違いしてねえか。タクシーの運転手が私が携帯をいじってる時に話しかけてきたから私が怒っているという、ただもうクレーマーとして扱われたんですよ。あーい、本当に腹が立った。もう違うんよ。やけだからって言って話したら、あ、みたいな。タクシー会社もびっくりしちゃってて、誠に申し訳ありませんって。やばい人いっぱいいるからね、本当に。何の話、コンビニ購入品紹介よね。みかんティアンの大好物生姜焼き弁当。いい匂いするわ。うん、おいしい。ラストですね。鹿児島ラーメン、トントロ、知ってる。私ね、去年の3月、このトントロっていうね、ラーメン屋さんめちゃめちゃ人気なんやけど、トントロのラーメンが食べたくって、私はプラまで立てて、ラーメンを食べに鹿児島に行こう。そうやってね、予定を立ててたんですよ。そしたら、コロナがさ、あれで行けなくなっちゃったんだよね。なんか、独特。私、鹿児島ラーメン食べたことなくって。鹿児島行きてー。うわ、これ本場で食べたら美味しいんだろうな。やっぱインスタントはインスタントやから、ちょっとインスタントっぽい感じがね否めんけど、でもこれ美味しいね。私だったら下関にあるラクっていうラーメン屋さんがあるんですけど、そこのインスタントを出すね。あそこのラーメンはバカうまい。はい、ということでこんな感じでいかがだったでしょうか。ランキング形式で決めなきゃやから、うわー、でも日をまたいちゃったからさ、何が良かったっけ。あ、うんうん、 OK。 4位から発表します。中途半端なの。ローソン新商品第4位はこれが鶏竜田揚げ弁当。味が美味しかったかな。あとご飯もね美味しかった。第3位、バスチーバスクチーズ風ケーキ。あれ美味しかったね。なんかコメントがゴミすぎるんだよな、本当に。濃厚で美味しかった。で第3位はすごいね、唾液が、うん、2位か、第2位か、しらすのペペロンチーノ。あれね、いいね。あれ女好きだわ。あのちょうどいい量がちょうどいい。栄えある第1位は
エルチキチキン竜田揚げ、あれは美味しい、まあ、一番最初に食べたからっていうのもあるかもしれない。文句なし。うわ、コンビニっぽいな、チャチい味するなみたいなの全くない。やっぱコンビニのホットスナックしか買わんよ。ランキングに上がったね、4位のやつもね、ぜひ私のおすすめなので、まずいことは絶対にない。でもお腹いっぱいです。もうこれ一人でやるもんじゃないよね普通。でもね、新発売とか新商品とかそういうテロップじゃないや、なんだっけ、そうやって書いてあるやつはもう割と好きじゃなさそうでも買っちゃうってぐらいには敏感なので、まあ、毎月ローソン、セブン、ファミリーマートとかでシリーズ化できたらなと思っております。お楽しみに。ということで本日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が良かったなとかね、これ美味しそうだね、みかんていっぱい食べれて偉いねって思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Twitter とインスタと TikTok もやってますので、そちらの方もフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。